ね。はい、どうもその辺の人です。今回はですね、神奈川県は大和市の大和に来ております。まあ今映ってる絵にもあるように大和駅がねあるんですけど、相鉄線と小田急線2つの電車がですね、ありますので、交通の要所としてはですね、あの新宿に行けたりとか、相鉄線で渋谷とか横浜とか行けたりとか、便利な場所ではあるんですけども、大和周辺にはですねいっぱいラーメン屋さんありますので、大和駅周辺に絞ってですねラーメン屋をご紹介したいなと思っております。大和駅でねラーメン探すってなったら、この動画を見ていただければ、ある程度は基本的にはそのラーメン屋さんまでの道のりというか、ラーメンマップを作るつもりでやっていきたいなと思いますので、肩の力を抜きながら見ていただければと思います。で、現在大和駅周辺なんですけど、大和駅周辺のなでしこ広場っていうところに来てます。ここがですね、ちょうど大和駅南口北口のですね、ちょうど中間地点というところで、バスのロータリーだったりとか、あとタクシーとかあったりとかね、多分朝になったりとかしたらサラリーマンだったりとか、いっぱい人が来るんじゃないんでしょうか。この後ろのところにね、道があるんですけど、ら辺のねラーメン屋さんを紹介したいと思います。ではスタートです。このまままっすぐ行きましょう。すごく 広々としているところではございますけども、右手にですね洋菓子屋さんのお店が見えるんですけど、そこをですね、過ぎましてまっすぐ進んでいきましょう。前方には鳩が固まっててね、にぎやかな感じなんですけども、ちょっとそこの中入らせてもらって、右手をね見させてもらいますと、黄色い看板のですね、お店があります。横浜ラーメン元祖ラーメン桃屋というところですね。駐車場はですね、見てわかる通りこの周りにはないので、多分向こうにありますね、向かい側に駐車場はありますね。車で来られたらそこの駐車場だったりとか、ヤマトだと商業施設あるから、そこら辺で止めればいいんではないかなと思うんですけど、先ほどの桃屋を通り過ぎまして、まっすぐ行きますと、もう文字がですね見えてるんですけど、昭和ラーメンって書かれた、友成っていうお店ですかね。友成というお店があります。近くの駐車場、さっき言った向かい側に駐車場があるんでね、もし止める方がいらっしゃったら、ここで、あそこで止めてレシートを渡すと200円渡してくれるみたいですね。こういうのあると嬉しいですよね。ただですね、休み中です。やっぱりそうなんだよなもう時間が本当しょうがないんですけどね、本当こういう15時とかラーメン屋が休憩するにはもってこいの時間に来ちゃうもんだから、私の動画こういうお休み中ですっていうのが結構見られがちなんで、写真見た感じだと美味しそうなんですけどね、昭和ラーメンって書いてあるからね、なんかすごく家系ラーメンだって濃い味がある中でですね、昭和のなんていうんだね、古き良き感じのね感じのしたラーメンなんかなかなかないと思うんでね。さあ友成を後にしまして、ここまっすぐ行きます。ここの信号をですね右に曲がっていきます。目の前はクリニックとかあるんですけど、そこは無視して曲がっていきます。するとですね、居酒屋があって、その隣にですねこちら餃子の本吉というですねお店があるみたいです。すごく餃子が美味しそうなとこみたいですけども、タンメンだったり五目ラーメン、あと本吉ラーメンなんていうのがあるみたいでね、店内ねすごくノスタルジーな感じがしてるんで、古くから愛されてるお店なんじゃないでしょうか。テイクアウトのとこ見たら冷凍餃子が12個入り400円で安いんじゃないですかね、めちゃくちゃね。なんかね、Google の口コミとか見てみると、値段の割にはめちゃくちゃうまいっていうような口コミがあったんで、餃子好きな人はすごくおすすめなので、ぜひ行ってみてください。ポンタを通り過ぎまして、まっすぐ向かっていきます。するとですね、中央2丁目の交差点信号が見えますんでね、この通りに出ると思います。そばにはヨークマートがありまして、そこを右手
こう歩いていきますと、まあ、駅の方に戻る感じだと思うんですけど、道的には。この中ですね、歩いていくと松一屋がありました。藤沢の方に本店がある一系ラーメンの松一屋ですけども、大和にも、ね、ありますね。駅の北口からすぐのところにありますね。目の前は、パチンコスロット屋さんがドキワクランドと書かれているね、店の対面にありますんでね、行きやすいんじゃないかなと思います。はい、大和駅北口に来ております。こちらもですね、ラーメン屋さんありますんでご紹介したいなと思います。北口にはですね、プロスっていう駅ビルがあったりとか、銀行もあったりとか、まあ、商店街がありますので、すごくですね、賑やかな感じの場所となっておりますね。結構ポリスメンがうろうろしてるんで、職質される可能性が気をつけながらやると思います。はい、浜銀の前に来ました。左に曲がっていきます。いろいろお店があるみたいですが、ラーメン屋が結構こちらになってるんで、まとめてご紹介できるんじゃないかなと思います。まあ、まずは日高屋ですね。よく見るチェーン店のところですけど、まあ、ここはあのチェーン店なんで省いていきたいと思います。そのお隣ですね、ラーメンイーフというところでしょうか。こちらはですね、濃厚味噌ラーメンが味わえるお店ですね。デンマルっていう北海道味噌ラーメンのね、系列店となっております。そしてイフのお隣ですけども、ミノル屋。最近ですね、一発屋系列がですね、ミノル屋に変わりましてですね、一発屋の会社があるんですけど、そこのラーメン部門の人が独立してミノル屋になったらしいです。まあ、ざっくり言うとそんな感じなんですけど、あとこの有名な中華料理屋さんの大和屋本店もご紹介させてもらいます。また中華料理屋さんでもですね、結構大和の有名なお店となっておりましてですね、ラーメンに関しての話です。ここは醤油ラーメンなんですけど、まあ、昔ながらの醤油そばです。すごくですね、安心する味だとのことですね。中華料理も食べてみたいですね。ではですね、こちらの信号を右に曲がって渡っていきたいなと思います。それとですね、この君に惚れたという食パン屋さんのお隣、紫色のレンガがかかってますね。麺屋いかりですかね。ここからだとちょっと見えないんですけど、魚介醤油、魚介豚骨、まあ、主に魚介を使ったラーメンって感じですね。時間もね、1時まで遅い時間までやっているということとですね、メニューも豊富みたいなんで、その辺すごくいい香りですね。あ、うまい。魚介と豚骨が効いてますね。魚介豚骨を聞いてて美味しかったです。魚介系すごい好きなんでね、すごい気にはなってたんですけど、受けてよかったです。魚介系好きな方はぜひ行ってみてください。現在ですね、麺屋いかりのところで食べさせてもらった対面の、信号にの前にいるんですけど、次のラーメン屋さんで大和東3丁目ですかね。こちらの道まっすぐ行きますとね、大和東3丁目の交差点がありますんで、そこまで行きたいと思います。恐竜の看板が書いてます。タイムマシーンで昔の世界に行けるらしいです。はい、大和駅東3丁目に着きました。ベトナムサンドイッチの専門店があるのが目印となっております。今回そこをですね、この左に曲がっていきます。そうするとですね、もう目の前に黄色い看板のお
お店が見えてきます。ホープ背脂ラーメンが入ってます。ホープ県と関係ある感じなんでしょうかね。はい、ラーメンの店ホープはやぶさ。車で行く方はね、後ろ振り向きますとタイムズがありますんで、ぜひ活用してみてください。物騒だな、救急車も通ってるけど。さあ、今北口のですね、小田急線の線路沿いを歩いているところなんですけども、線路沿い歩いていくとですね、ビリヤードだったり、バッティングセンター、あとですね、ここではね、有名なサーキットを楽しめる、アミューズメントパークと年季の入っている場所があるんですけど、ビッグバンというところがあるんですけど、ここを越えた先にラーメン屋さんがあります。麺屋二層ですね。やっぱ準備がいいな。間が悪いな俺な。他、信州味噌、味噌ラーメンの中でも信州味噌を使った珍しいラーメン屋さんだそうで、ここちょっと目当てで行ったんですけどね。あのね、トマト味噌ラーメンっていうのもねあるので、それもちょっと食べてみたかったんですけど、どっちにしようかなと思ったら、まあ、店自体もちょっとやってなかったっていう悲しい結末でしたけども。今回北口のラーメン紹介してきましたけども、この麺屋二層行きたい方はですね、大和駅北口からですね、線路沿いにこうやって向かっていきますとですね、この看板がありますんで、ぜひ行ってみてください。では今度は南口に参りたいなと思います。はい、大和駅南口に来ております。後ろの方にですね、純喫茶フロリダだったりとか、大和銀座とかで商店街の通りがあったりもするんですけど、こちらにもラーメン屋さんありますんで、ご紹介していければと思います。大和駅南口のラーメン屋に至る道、あっちと、あと左側の大和銀座って書かれているところがあるんですけども、多分銀座通りだと思うんですけど、そこに入っていきたいなと思います。大和の銀座通りに入りました。で、もう入っていくと、もうすぐ左側にですね、中華そばの老舗のお店がありますんで、そこをご紹介したいなと思います。中華そば大和屋支店ですね。大和にはこういうノスタルジーな懐かしいラーメン屋さんだったりとかしますね。さあ、まっすぐ銀座通りをまた歩いていきますけども、歩いていきますとですね、コスパがいいラーメン屋でおなじみの渾身屋が右側に見えてきます。結構やっぱ遅くまでやってるし、まくり軒の存在がでかいですよね。そしてその渾身屋の対面にですね、こちら魚介豚骨系の自家製麺を使ったラーメン屋さんでございます。魚介は魚介でも、焼きあごだしと豚骨スープを混ぜた濃厚なダブルスープだそうで、美味しそうですねこれもね。ここはなんかもう鶏麺同士なラーメン激戦区って言っても過言ではないでしょうね。吉見製麺所、こちらのお店ですね、ちょっと面白い格言があるんですけど、鶏ガラより豚ガラより人ガラ、接客業の鏡だなみたいな格言があって面白そうですね。ぜひですね、その人柄をね、味わいに行ってみてはいかがでしょうか。この純喫茶フロリダが見えると思うんですけども、その向こう側に行きたいなと思います。純喫茶フロリダが目の前にあるということ で、そこの通りをですね、慣れてきますと、本当もう目の前に黄色い看板のお店があります。豚仙人って書かれてますね。二郎系のラーメンですかね。目立ったね、黄色い外観のやつですが、おそらく二郎系なんじゃないかなと思います。麺のサイズとかがすごく丁寧に書かれているお店だと思うんですよね。ミニ小大で仙人っていう、1キロの麺が入ってる大きさがある二郎系ラーメン屋さんだったと思います。
はい、大和駅周辺のラーメン屋さんは紹介は以上となります。大和駅全体の感じですと、全体的にですねレトロですごい派手な看板の建物がいっぱいあって、普通に歩いているだけでも楽しいかなと思うので、ラーメン以外でもぜひちょっと訪れてほしいなと。で、この後ろに見える純喫茶のあれじゃないですか、商店街で書かれてる南店街って書かれてるあの感じ、なんか僕あの小道あるじゃないですか、あれすごいいい感じだなと思うんですけど、ああいう雰囲気好きな方行ってみたらいかがでしょうか。まだまだですね駅周辺のラーメン屋さんですね、他の駅で探していきたいなと思いますんでね、ぜひここの駅のラーメン屋さんちょっと探してみてほしいななんてことがありましたら、ちょっとねツイッターやあとコメント欄とかお待ちしておりますので、ぜひそちらご活用していただいて連絡いただければと思います。それでは大和からお届けしました。その辺の人でした。ありがとうございます。